比較的線量が低いかなということで、一応測っ
で確認をしたんですけれども、それでも 0.13 くらいあるんですね。ところが今日ここに降り立ってバスを降り立って測ってみましたら 0.15 あるんですね。米沢より高いんです。まあ、ここの中はこれから測りますけども、うん、あの建物の中はもっと低いと思いますが、まあ、そういうことを考えると福島の子どもだけではなくて本当に台東の子どもさんたちからも声を上げていただいてもいいかなっていうくらいの線量も東京にもあるということを今日確認しました。で、私 の, あの息子実は17歳なんですけども、息子が私たちの避難された後にうち一つ残さず13歳の娘の食事を作って、一緒に留守をしててくれました。それで息子が初めて先月誕生日をしました。僕だって友達に会いたい、その言葉を聞いて子供だってやっぱり考えるところがあるっていうのを西田さんがおっしゃった通りいろいろあるんだということをやっぱり伝えたいなと思って、今日本当に福島から来た子供たちにしっかり政府の人に伝えてもらえたらいいなと思ってます。今日サボってやってきました。よろしくお願いします。もしあのこの会場の中で、今避難されているお子さんいらっしゃいましたら、いらっしゃいませんかね。そしたらもう一回喋ってみたいとかいらない。ちょっとあのこの後あの本番がありますので練習という感じ。大丈夫ですかね。あのもし喋りたければまたあの声をかけてください。そうしましたらあの、他にもたくさんの、 あの、声が届いてます。まあ、そちらにテーブルにあのそのサンプルをあのお見せして、まあ、これをあの今日ですね、あの文科省とそれから、災害対策本部の方にお渡しするんですけれども、まあ、他にどんな声が来ているのかというところで、近くの方からご紹介をしたいと思います。そちらのテーブルにあるのは子どもたちが書いてくれた原本です。私が募集をしたときにまず何も条件はつけませんでした。子どもたち の, あの直筆であれば作文であっても手紙であっても箇条書きであっても絵であっても何でも構わないっていうふうに子どもの手書きっていうことだけの条件をつけさせていただきました。その中で多かったのはやっぱり男の子たちがあのプールに入れないとか外で遊べないとか、サッカー選手になりたいけどサッカーの練習ができないから僕は選手になれるかなとか長生きしたいです、そういう声が結構多かったんですね。そしてちょっと衝撃的だったのが、まあ、高学年ぐらいの女の子さんで私は普通の赤ちゃんを産みますかという声もありました。あとはお友達と離れたくない、寂しい、そういう声もありました。そして実際あの私の上の息子小学校5年生なんですけれども、その子にあの転校するっていうことを伝えた時にやっぱりあのすごく泣いて反対をされました。っていうのはあの仲良くなったお友達、せっかく親友ぐらい仲良くなれたのにその子供たち、そのお友達と離れるのは嫌だってすっごく泣いて反対されました。で、大人たちがなかなかその地を離れられないのと一緒で子供たちは小学校3年生であろうと5年生であろうと高校生であろうと自分がその学校に身を置いてその保育所なり学校なりに身を置いて作り上げたコミュニティって必ずあるんです。そしてそこから離れるっていうのはどれだけ辛いことか、大人がなかなかそこを離れられないのと同じように子供もそこから離れたくないっていう心はすごく強くなってます。でもそうしざるを得ない状況になってしまった、それは子供たちの責任には絶対ないし、あの事故がなければそんな悲しい思いをする必要もなかった、そういう悲しい出来事が今子どもたちの身に降りかかっていて、それでこれは福島だけの問題じゃないっていうふうに思ってもらいたいんです。私はあの日本全国たくさん原発があっていつ自分の身に降りかかるかわからない、で25年前にチェルノブイリの事故があって、
まさか私たちだって福島の原発が爆発してこんな目に遭うとは思ってなかったと思います。それではいけないんだっていうことを、この福島の事故を教訓にして、皆さんたくさんいろんなことを知っていただきたいし、いろんな考えがあるっていうこともちゃんと知っていただきたいし、その中で子どもの声っていうのはすごく重要だなって思うので、憲法もああいうふうにオープンに置かせていただきましたので、ぜひこういう声があるんだということをたくさんの方に伝えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。